ルージュの際です。本日もウェブスターに掲載する商品をご紹介させていただきます。お問い合わせはご購入に関しましてはウェブスターでお願いいたします。今からご紹介する商品は6月の18日夜9時に掲載する商品です。詳しくは概要欄をご参照ください。それでは1点目からご紹介いたします。本日こちらショートスリーブのシャツからご紹介させていただきます。こちらラルフローレンのものですね。コットン 100% で M サイズいいですね。 M サイズやっぱりラルフローレン大きいものが多いので M サイズいいですね。柄もすごく綺麗ですね。基本ネイビーベースに、はい、白のこのロブスターのプリントですかね、入っててめちゃめちゃ綺麗だと思います。状態もいいですね。しっかりとガシッとしたコットンで着やすい一着なんじゃないでしょうか。 M サイズということで本当に着やすい、ちょっとそうですね、大きめではあるんですけれども、やっぱりラルフローレン M サイズぐらいが一番着やすいんじゃないでしょうか。こちらでお値段の方が 15,800 円に消費税です。続きましてもこちらラルフローレンですね。こちらタグポロラルフローレンというつきます。 XL サイズでトールですね。チャイナ製のものになります。はい、こちら緑の淡い緑のお色味ですね。かなり、はい、可愛らしい色味なんじゃないでしょうか。無地のタイプになります。ちょっとまあリネンのようなさらっとした色味で、こちら近い裾元にポニーが入るタイプです。はい、XL ということで大きめのサイズ感になります。自分が合わせてダボッとするようなサイズ感です。人気のシリーズなのでお探しの方も多いんじゃないでしょうか。こちらで、9800円に消費税です。続きましてもこちらアルフローになります。はい、こちらのタグつきまして、こちら L サイズ表記になりますね。これちょっときなりがかったホワイトですかね。いい色味だと思います。片方にポケットがつくタイプで、こちらもポニーがつかないタイプに、あ、すいません、裾元ありましたね。裾元につくタイプになります。はい、こちらバッグはこんな感じです。ロングスリーブのタイプになります。はい、色味もかなり綺麗でいいですね。はい、これこちらもかなり人気のシリーズですね。こちらもちょっとまあ薄めのリレンが入っているような感じかと思います。自分が合わせてゆったりするようなサイズ感です。はい、こちらで、お値段が 12,300 円に消費税です。続きましてこちらヴィンテージのシャツですね。ご紹介させていただきます。こちらがつきまして M サイズですね。15から15ハーフぐらいの大きさです。60s くらいのものでしょうか。解禁のパターンになっていますね。はい、そしてこちらギンガムチェックが、このこちら黒と白と赤でしょうか、かなり高配色ですね。いい配色で入っているものです。はい、バッグもこんな感じです。はい、特に目立つような汚れやダメージ等はないかと思います。サイズ感 M サイズということで、自分合わせてみて、自分でも全然着用できると思います。ジャストぐらいで着れるサイズ感かなと思います。はい、こちら 60s のシャツになります。お値段 9,800 円に消費税です。続きましてこちらウエスタンシャツ1点ご紹介させていただきます。タグこちらサイズ表記が15ハーフぐらいのものですね。はい、DC のもタイプですね。トップボタンが掛けボタンになっているタイプ、そこは全部スナップボタンですね。はい、これデニムの状態もめちゃめちゃいいですね。まだまだここから色落ち楽しめるかと思います。特にリペア等もないですね。ちょっと肘のところシミ汚れだけ1点ございます。他に特にダメージ等もないので、全然まだ着用できるんじゃないかなと思います。はい、自分が合わせてみて全然着用できますね。大きめ着用できると思います。こちらでお値段の方が 9,800 円に消費税です。続きまして寝るシャツ1点ご紹介させていただきます。ファイブブラザーのものですね。 L サイズ表記になります。はい、90年代ぐらいでしょうか。こちら、本当黄金配色ですね。こちらもグレー、黒、青、白という、本当にお探しの方も多い配色なんじゃないでしょうか。バッグもこんな感じです。はい、まだまだ多少の毛羽立ちとはございますが、全然ダメージとはないです。全然まだまだ着用できるかなと思います。はい、自分が合わせてみて言ったら着れると思います。着丈が長すぎなくていいと思います。はい、こちらファイブラザーネイルシャツで、こちら 9,800 円に消費税です。続きましてこちらからスウェットグレーをご紹介させていただきます。先ショートスリーブのタイプですね。タグこちらですね。ちょっともう読めなくなってしまってはいます。はい、そうですね、読めなくなってます。で、赤ベースですね。で、こちら3段ラバープリント入ります。コーネルいいですね。アイビーリーグのコーネル大学。はい、お好きな方も多いんじゃないでしょうか。全体的なフェード感、本当やっぱり赤のフェード感かなりかっこいいと思います。ちょっとこの辺にぼつっとシミ汚れとはございますが、特に、穴とかもないので、全然着用できると思います。サイズ表記等はございませんが、身幅かなりあると思います。で、着用できますね。やっぱこの辺大きいサイズ感をお探しの方も多いんじゃないでしょうか。こちらで 9,800 円に消費税です。続きましてもショートスリーブですね、ご紹介させていただきます。こちらタグはちょっと欠損をしていますね。はい、
淡い青色、まあ、サックスのような青色味ですね。で、US アーミーですね。いいですね。軍物も好きな方多いと思います。この銃が交差してる感じとかもかなりかっこいいと思います。こちらも特にまあ致命的なダメージとはないですね。まあ、フェード感はありますが、その辺もヴィンテージの雰囲気と受け取っていただけたらなと思います。はい。こちらもサイズ表記等はないんですけれども、こちらの身幅しっかりありますね。全然着用できるぐらいのサイズかなと思います。こちらで9800円に消費税です。続きまして、いいですね。かなりいい色味のシャツ、セットになります。ちょっとこちらタグはもう本当にちょっと見えなくなっちゃってますね。はい。ではまだついている状態です。で、オレンジで前部位のシェイガー Z がつくタイプですね。で、こちら4段、こちらラバーなんですけれども、黒で入ります。ちょっと染みてる具合がかなりかっこいいと思いますね。やっぱオレンジと黒かなり黄金配色じゃないでしょうか。この辺ちょっと汚れ等もあるんですけれども、この辺もまあ、ヴィンテージ感を受け取っていただけたらなと思います。ちょっと後ろは結構来てますね。はい。この辺は、のが、全然気にならない方にぜひお勧めしたい一着ですね。かなり配色は綺麗です。で、こちらもしっかり身幅のある一着です。はい。自分がゆったり着れるサイズ感です。この辺のショートスリーブ系もかなり最近人気出てると思います。お早めにお買い求めいただけたらと思います。こちらで9800円に消費税です。続きましてこちらですね。ご紹介させていただきます。タグこちらですね。チャンピオン、アンラーズタグつきますね。はい。こちら XL サイズです。はい。いいですね。しっかり。こちらラバーでプリントが入るタイプですね。こちらもサックスのようなお色味でしょうか。綺麗な色味ですね。ちょっとまあステッチの色とかが若干、生えてるのが雰囲気いいと思います。若干この辺ブリーチ飛びがございます。この辺気にならない方、ぜひおすすめですね。はい、こちら。サイズ表記が、まあ、ラージ XL ということで。本当大きめです。この辺やっぱりいいサイズ感ですね。こちらいいと、かなりおすすめだと思います。こちらでお値段12,800円に消費税です。続きまして、こちらちょっと変わり種ですね。一点ご紹介させていただきます。パイルジになりますね。こちら、トミタグは欠損してしまっていますが、こちらパイルジの白ベースで、白ボディにパイルジです。で、こちら、染み込みですかね。プリント入ります。2段。ちょっとネイビーのような色味で入ってるのもおしゃれかなと思います。やっぱ基本この辺、純粋なコットンの生地とのことが多いと思いますので、こういったところいいと思いますね。ちょっとここ、穴開いちゃってますね。はい、気にならない方にお勧めしたいです。はい。サイズ表記等はございませんが、身幅あるんですけど、着丈がちょっと短めだと思います。ちょっとその、まあ、メリハリをつけたコーディネートに相はまると思います。こちらで9800円に消費税です。続きまして、こちらいいですね。ブラックベースのものになります。こちら特にタグが欠損してしまっていますが、黒ボディです。黒ボディでウエストポイント。USMA の表記も文字もしっかり入ります。かなり黄金配色ですね。やっぱりブラック系、かなり人気も高いですし、お探しの方も多いんじゃないでしょうか。このフェード感もやっぱり黒のフェード感かっこいいと思います。はい。特にまあ目立つような花とかのダメージはないです。ベリーストビットも見受けられません。まあ、自分が合わせて、まあ、ジャストぐらいになってしまう。ちょっと小さめになってしまいました。この辺洗いかけて伸ばすことも可能かなと思います。お探しの方ぜひおすすめです。ですね、こちら。9800円に消費税です。続きましてこちらからリバースリーブですね、ご紹介させていただきます。こちら、刺繍タグですね、ラリーサイズ表記で 89% コットンのものですね。はい、しっかりメイドイン USA です。で、こちら、染み込みで1段入ります。いいですね、染み込みでお探しの方も多いんじゃないでしょうか。ちょっと囲みがつくプリントなんかもおしゃれで可愛いんじゃないでしょうか。バカこんな感じです。はい、特に、まあ、ほんとこちらも大きなダメージともなく、リビュー等も全然ダメージまだ来てないです。はい。自分が合わせてみて、ゆったりするサイズ感です。はい。こちらで15,800円に消費税です。続きまして、こちらもトリコタグですね。80年代トリコタグで、ミディアムサイズ。こちらも 89% コットンのタイプですね。で、こちら2段、ミシガンステイと入りますね。この辺ミシガンかなり可愛いですね。こちらも染み込みプリントです。バックはこんな感じですね。特にこちらも大きなダメージはないですね。若干この辺のリーブは若干緩くなってしまってはいますが、この辺のダメージ等も雰囲気系としてちょっとやつれた感じかっこいいと思います。じゃあ自分が合わせてみて、ゆったり着用できると思います。こちらでお値段15,800円に消費税です。
続きまして、こちらいい色味ですね。こちらもリバースウェーブ紹介させていただきます。タグこちらですね、ラージサイズ表記のシュータグ 90% コットンのタイプですね。ちょっとアクリルです。こちらレモンイエローですね。淡いイエローのイエローの意味、僕大好きです。かなりいい色味だと思います。ネイビーで2段入りますね。サークルのプリントもかなり可愛いと思います。はい、バッグはこんな感じですね。本当レアカラーだと思います。いい色味ですね。お探しの方もいるでしょうか。はい、ちょっとフェードしてる感じとかも雰囲気出てていいと思います。自分が合わせてみてゆったりするサイズ感ですね。はい、こちらでお値段 15,800 円に消費税です。続きましてもちょっといい色味ですね。はい、こちら刺繍タグでラージサイズ表記で 90% コットンです。はい、しっかり USA の刺繍タグですね。ちょっとバーガンディーのようなちょっと深めのブラウンのような良い色味で、こちら3段下のラバープリント入ります。雰囲気いいですね。こういったいい色味ね、プリントかなりやっぱり探してる方も多いんじゃないでしょうか。バッグもこんな感じです。かなり状態いいと思います。はい、まだまだ全然ご着用できると思います。自分が合わせてみてゆったりするサイズ感です。こちらで 15,800 円に消費税です。続きまして、こちらブランケットをご紹介させていただきます。かなり大きいものなんで、ちょっと広げて紹介することができないんですけれども、かなり多色使いのものですね。はい、こういったほんとビビッドな色味だったり、ちょっと淡めのピンクだったり入ってるサーモンピンク系ですね。かなりいい配色ですね。ちょっとブランドタグとかはないパターンになります。この辺まあほんと全体像はウェブストアの方をご確認いただけたらなと思います。こういったブランケットを使ったらかなりおしゃれかなというふうに思います。こちらで9800円に消費税です。続きましてのブランケットですね。こちらが、はい、USAFA のものになります。これもちょっとまあ大きめなので、まあ、ちょっと全体像は難しいかなと思います。はい、この辺にしっかり入ってますね、プリントが。プリントというか刺繍でしっかり柄が入ってます。こちらしっかり USFA 見読めると思います。まあ、群物を好きな方にぜひおすすめしたいですね、こちらのブランケットは。はい、こちらで、お値段の方がこちらも9800円に消費税です。こちらもウェブストアにて全体像をご確認いただけたらなと思います。続きましてこちらジャケットですね、ご紹介させていただきます。最近こちら D のデニムジャケットですね。こちら MR のタグつけました。 80s ぐらいですかね、のものだと思います。44レギュラーと表記です。はい、まあ、シンプルこちら4つポケのパターンになりまして、色味がちょっと紫のような色味ですかね。こういった色味もちょっと珍しめですね。まあ、若干フェードしてる雰囲気とかも可愛い、濃いと思います。特にリペア等もないですし、こちら襟元とかも特にリペアが入ってるわけでもないです。まだまだ状態は着用いただけると思います。44レギュラーということで大きめのサイズ感ですね。この辺をしっかり、ゆったり着れると思います。はい、こちらでお値段の方が9800円に消費税です。続きましてこちらチャンピオンのジャケットになります。はい、こちら叩きタグですね。まあ、60s 終わり 70s 初めぐらいのタグです。 XL サイズ表記になります。はい、はい、ブラックボディです。かなりいいですね。ちょっとまあ全然ダメージとかもないですし、全然まだまだ着用いただけると思います。状態かなりいいと思います。はい、こちらジップは タロンジップですね、使われてます。はい、で自分が合わせて全然ゆったりするサイズ感です。はい、ほんとセブンティーズ初期のジャケットですね。こちらでお値段9800円に消費税です。続きましてこちらポーチジャケット1点を紹介させていただきます。タグこちらですね。チャンピオンのタグつきます。はい、セブンティーズぐらいだと思います。はい、ネイビーベースの、ネイビーボディのものです。で、まあ、胸にワンポイント、ラバープリントが入りますね。で、こちら、裏地がボアですね。こちら、ご確認できるかと思います。はい、寒い時期にかなり持ってこいの一着だと思います。特に、まあ、破れ等もないですし、ピンホールもないです。はい、まだまだ着用いただけると思います。裏地がついていますが、かなりゆったりしてるので、全然自分でもゆったり着用できるかなと思います。もう若干シーズンは違いますが、こういったところ早めに手に入れておくといいと思います。こちらで9300円に消費税です。続きまして、こちらパタゴニアのジャケットをご紹介させていただきます。はい、こちらですね。こちらになります。メンズの XL サイズになりますね。はい、
確かにナイロン色のものですね。はい。でかなり状態もいいと思います。綺麗ですね。若干ここに黒、新汚れ等はありますが、全然目立つものではないのかなというふうに思います。はい。薄手でさらっと春先、寒い時に着用できるかなと思います。まあ、XL はかなり大きめですね。自分が合わせてみるとかなりダボっとするようなサイズ感になります。はい。全然サイズ感合う方にご紹介、おすすめしたいです。こちらで12,800円に消費税です。続きましてパタゴニアのジャケットをご紹介させていただきます。はい、こちらで、サイズ感の大体こちら、XL サイズのものになります。はい。プルオーバーのパターンですね。今、ほんと着やすいんじゃないでしょうか。はい。はい、こちら前、しっかりハーフジップになってて、この辺しっかりギミックがついてるのもいいですね。はい。で、下、こちら、絞れるようになってます。なので、ちょっと丸い形に、シルエットにしたり、形かなり変えられますし、おしゃれに着れる着なんじゃないでしょうか。バックはこんな感じですね。はい。ちょっとここに白い汚れ等はございますが、目立つものではないかなと思います。こちらもかなりサイズ感大きめです。ダボっと着用いただけると思います。まあ、ほんと下、ちょっと細身のパンツとか履いて、いいシルエットを作るのもかなり可愛いと思います。こちらで9,800円に消費税です。続きましてこちら、アルフローレンですね。ジャケットをご紹介させていただきます。こちら三角タグがつきます、はい。サイズ表記はこちら、XL サイズですね。はい、ブラックで立ち襟のパターンになります。ラルフローレンのこのパターンはかなりかっこいいと思います。はい、でもステッチが白で入ってるところとかもちょっとおしゃれな気の利いたディテール、いいディテールだと思います。で同系色でこちらポニーが入りますね。目立たないところもいいんじゃないでしょうか。バッグこんな感じです。はい、特にダメージや汚れ等は見受けられないですね。 XL サイズということでサイズ感は大きめにはなります。ダボっと着たい方にぜひお勧めしたいですね。これも人気なところだと思います。こちらで9,800円に消費税です。続きまして、こちらヴィンテージのカバーオール紹介させていただきます。こちらタグ等はありません。はい、ちょっとこちらステンシャル名前書いてますね。全体的にこちらかなり状態いいですね。デニムの雰囲気も色落ちもまだまだしてないと思います。しっかりトリプルステッチの個体ですね。でボタン等の欠損も特にないです。しっかりオリジナルのボタンがしっかりついてますね。完品です。まあ、サイズ表記とはありませんが、自分が合わせて、ちょっと袖が短めの作りになりますが、身幅着丈、ほんとゆったり着れると思います。こちらで 35,800 円に消費税です。続きまして、こちら D の91J ですね。紹介させていただきます。タグがこちらになります。MR ついて、プリントタグになります。セブンケーズボロのものでしょう。だと思います。はい。まあ、全体的にちょっと色が落ちていたり、ちょっと雰囲気系の要素を組んでるのかなと思います。ペースもしっかり残ってますね。この辺ですね、若干。まあ、シミ汚れがあったり、色抜けがあったりとはいう、というコンディションにはなります。はい、バックもこんな感じですね。特にまあリペア等は見受けられないです。はい。まあ、袖口がちょっとダメージきてるかなという感じではありますが、この辺も、まあ、ヴィンテージ慣れてる方だったら、全然、気になるところではないかなというふうに思います。自分が合わせてみていったりするサイズ感です。はい、こちらでお値段 19,300 円に消費税です。続きましてユースネイビーのダックジャケット、レッキジャケットですね。ご紹介させていただきます。特にタグ等はありません。はい、ウルバリのものですね。でこちら民間のものですね。はい、民間のものになります。タグ等はありませんが、全体的に後ろにこちら US のラバープリントも入ります。全体的にこちらも色がちょっと落ちている感じですね。雰囲気系かなというふうに思います。ただこの辺の退色具合もかなり雰囲気出ておしゃれだと思います。サイズ感大きめになりますね。自分が合わせてかなりダボっとするようなサイズ感です。こちらでお値段の方が 19,800 円に消費税です。続きまして、ヴィンテージのベスト紹介させていただきます。こちら、ウールリッチのタグですね。まあ、60年代ぐらいかなと思います。サイズが44の表記になります。はい。しっかりタロンジップが使われています。はい。で、まあ、ウールリッチらしい、綺麗なウールのものになりまして、後ろにこちらバックに
バックルバックついてますね。まあ、特に虫食いなどのその穴とかもないです。全然綺麗なものですね。この辺のヴィンテージのものがこれだけ綺麗な状態で入ってくるのもなかなかないと思います。自分が合わせて言ったりするサイズ感ですね。こちらでお値段9800円に消費税です。続きましてこちらいいですね。1枚ベストです。こちらオルテガのもの、しっかりオルテガのものですね。XL サイズ表記になります。白ボディでこちらしっかり血迷柄入ってますね。こちら、まあ、人気のパターンだと思います。バッグもしっかり入ってます、はい、でこちらボタンもしっかり4つ完品です。しっかり抜けはないです、はい。まあ、白ボディで、まあ、若干そうですね、薄汚れ等の雰囲気等はあるんですけれども、まあ、致命的な穴等のダメージはないです、はい、自分が合わせてみて XL なのでかなりゆったり切れるサイズ感です。こちらで2万9800円に消費税です。続きましてもこちらヴィンテージのジャケットをご紹介させていただきます。タグ等はそうですね、着られません、はい、こちらサテン地のジャケットになります。ジップもしっかりまだまだ動くものになりますね。でこちら刺繍が胸と袖にじゃ袖ですね、肩袖に入るのとバックにもしっかりあります。でこちら見てわかる通りスーベニアの仕様ですね。めちゃめちゃいいと思います。でサイズ表記等はないんですけれども、自分が合わせてみて全然着用できるかなというふうに思います。身幅はゆったり取られてて着丈が短めでいいサイズ感だと思います。はい、こちらスーベニアジャケットになります。こちら19,800円に消費税です。続きましてジャケット類のご紹介ですね。こちらミリタリー系になります。はい、ジャングルファティーグになりますね。 XS スモールショートですね。 XS ショートめちゃめちゃいいサイズ感だと思います。でこちらリップストップになっているタイプで、まあ、フォース型ですね。いわゆるフォース型、エポレットもつかないタイプです。なんかこんな感じですね。まだまだ全然ガシガシした生地感で、状態はいいと思います。まあ、若干その、なんていうんですかね、まあ、若干のこの色落ちというかはあるんですけれども、生地感はまだまだ綺麗ですね。この辺のスレあたり出てはいます。はい、まあ、小さいサイズ感のミリタリー、かなりやっぱり玉数は少ないので、お探しの方おすすめしたい。ちょっと自分だと着用は難しいかなと思うんですけれども、もうサイズ合う方にぜひおすすめしたい着です。はい、こちらで12,800円に消費税です。続きましてもこちらフォースタイプですね、ご紹介させていただきます。ミディアムレギュラーの個体になります。でこちらもかなり状態いいですね。はい、まだまだワッペの方もついてますね。取り外しはされてないです。こちらも全然当たり等は出てないです。先ほどのよりも一発状態はいいんじゃないかなというふうに思います。これもラップにしっかりついてますね。バッグはこんな感じです。まあ、特に本当状態で言うことはないのかなというふうに思います。ミディアムレギュラーということで、はい、本当に需要の多いサイズ感なんじゃないでしょうか。自分のワストも行ったり着用できます。こちらで12,800円に消費税です。続きまして年代古いものになりますね。タグ等は熱損してしまっていますが、はい、グリーンボーンのシャツですね。ヴィンテージシャツ。フィフティーズ頃かなというふうに思います。ボタン等の欠品もないですし、状態は綺麗かなと思います。はい、バッグもこんな感じですね。まあ、これから着込んでいって、どんどん、擦れていって、ヘインボーンの独特な雰囲気が出てきたら、かなりヴィンテージシックに出てかっこいいと思います、はい。サイズ表記はないんですけれども、自分で言ったり着用できるぐらいのサイズ感です。はい、こちらで値段の方が12,800円に消費税です。続きまして M65 フィールドジャケットですね。ご紹介させていただきます。タグこちらです。ショートスモールですね。こちらもいいサイズ感だと思います。はい。で、こちらいいのがしっかりアルミジップのものです。こちらアルミジップでお探しの方も多いと思いますので、はい、こちら集めた方をお勧めしたいですね。しっかりライナーもついてますね。はい。単品のタイプになります。バッグこんな感じです。若干のその使用感等のスレはありますが、まだまだ着用いただけると思います。致命的なダメージ汚れとはないです。自分が合わせて、ジャストぐらいですかね。サイズ感です。この辺の小さいサイズをお探しの方おすすめです。こちらで15,800円に消費税です。続きましてこちらパンツ類ご紹介させていただきます。M51 ですね。先紹介させていただきます。こちら
しっかり選手に残ってますね。ショートスモールですね。こちらもいいサイズ感だと思います。しっかりこの状態いいのが伝わるかなというふうに思います。まだまだ全部文字読み取れますね。全体的なこのフェード感等はあるものの、特に本当にダメージ等はないです。汚れもないですね。まだまだ致命的なものは一切ないかなというふうに思います。こちらで実寸3227ですね。こちらもいいサイズ感だと思います。はい、まあ、リングスが長すぎないのがいいですね。やっぱり股上は深めの作りなので27くらいで本当にどなたでも着用いただけるんじゃないでしょうか。はい、こちらで12,300円に消費税です。続きましては M51 紹介させていただきます。こちら少しかすれてはしまってはいるんですけど、ラージレギュラーのものになりますね。はい、でこちらは少しそうですね、全体的にフェードしてるというか雰囲気は出てるものになります。はい、マークもこんな感じですね。やっぱこの辺人気なパターンだと思いますので、お探しの方かなり多いんじゃないでしょうか。こちら実寸40ニックですね。これやっぱウエストが大きいとその分ギュッと絞れて形作れるので、本当大きいサイズでリングス短めっていうのはかなり人気ですし、周りもかなり早い印象です。はい、こちらで9,800円に消費税です。続きましてこちらデニブリーを紹介させていただきます。こちら501になります。で、こちら紙パッチもしっかり残っています。まあ、サイズ表記とはないパターンになりますので、赤タブ残ってて、こちら、しかしシールついてますね。3030のシールついてます。こちらデッドストックになります。フラッシャーとかはついてはいませんが、しっかりデッドストックの個体ですね。元からウォッシュがかかっているものになります。薄めのデニムを探しの方にぜひお勧めしたいですね。元状態で言うことは特にないと思います。で、こちら、実質も変わらず3030の表。になります。はい、細めに履きたい方、ぜひお勧めしたいです。はい、こちらで12,300円に消費税です。続きましてこちら517ご紹介させていただきます。ジップはリーバイのジップですね。でこちら紙バッチしっかりついてて517で3630の表記しっかり読めます。中飛びもしっかり残っています。はい、スモーリーですね。こちらかなり色濃く残ってますね。まだ全然洗いも入ってないんじゃないでしょうか。状態かなりいいです。はい。若干その毛羽立っているようなコンディションで、この状態の良さ伝わるんじゃないかなというふうに思います。で、こちらでサイズ3630ですね。ウエストこちら大きめのサイズ感で、今キュッと絞るのも、ちょっと緩めに履くのもありかなというふうに思います。やっぱり517店頭でも探している方、かなり多い印象です。はい。こちらお早めに手に入れてくれたらいいかなと思います。こちら15,800円に消費税です。続きましてこちらですね、紹介させていただきます。こちらも501になりまして、こちらくパッチは欠損してしまっていますが、スモール E のものでポケット裏は、チェーンステッチです。ですが、はい、こちら、ボタン裏は6番で、しっかり、こちら赤身のタグのものに、赤身のものになります。なので、まあ、66後期系ですね、のものになります。はい。で、こちら、色は落ちてるんですけれども、この色落ち、しっかりヒゲ出てますね。はい、濃い部分としっかり薄い部分もしっかりあって、コントラストも綺麗だと思います。タトゥーチも綺麗に出てると思います。しっかり、レングス、オリジナルレングス、使われてますね。はい。ラックも色落ちてますが、ほんと雰囲気はいいんじゃないでしょうか。はい、こういった雰囲気、ちょっと薄めの雰囲気を好きなお探しの方にはドハマりするような、見た目だと思います。こちら実寸が30ニックになります。細めに履きたい方におすすめですね。ニックやっぱり、ちょっとまあレングス短めで、まあ、スニーカーとも合いますし、ちょっとブーツ系とも相性抜群なんじゃないでしょうか。こちらで19,300円に消費税です。続きましてもこちら501紹介させていただきます。しっかり501ですね。でこちらもパッチは欠損してしまっていますが、しっかりスモール E で、こちらも赤みがつくタイプになります。でこちらもしっかりボタン裏は6番ですね。こちらも同じように66の後期系に当たるものになりますね。はい、こちらもしっかり、まあ、ヒゲが出てますね。色落ちは本当に先ほどのものと同じ同様に
まあ、この時代らしい色落ちでかなり綺麗だと思います。しっかりレングスもオリジナルレングスなのが押せるポイントかなと思います。こちらが3027になります。はい、こちらも細めの方、まあ、女性でもサイズ合う方いるんじゃないでしょうか。まあ、この辺もだんだん値段上がってきてますし、お早めに手に入れてほしいところだと思います。こちらで 19,300円に消費税です。本日もご視聴ありがとうございます。明日6月18日ですね、ベルベージュ本店と&ベルベージュとフェイクアルファにて入荷日になっております。今回もかなり質のいい古着届いています。ぜひ足をお運びください。お待ちしております。ありがとうございました。